たお前か。死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。こんなとこでお前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれよ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるのができるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。行くぞ。撃て。